行こう。はい、行こう。ここまでコーナーをセカンドにしてた。まあ、トレーニングゲーム入り、何か目標というかテーマみたいなのってありました？そうです、まあ、個人としては、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱり得点を取って、まあ、本当今シーズン初ゴール取ってやろうっていう気持ちで、まあ、入ったので、まあ、あとは、まあまあ、初めての試合っていうところで、まあ、近くのポジションの選手だったり、まあ、いろんな選手とコミュニケーション取りながら少しずつ合わせていくっていうところは意識してテーマとしてやってました。今日は新加入の選手も多いメンバーだったのかなと思うんですけど、その辺の連携部分とか、まあ、コンビネーションとかっていかがでした？そうですね、まあ、まだまだのところもありましたけど、やっぱり一人一人特徴が出せたと思うので、まあ、そういった部分では良、まあ、かったと思いますし、これから、まあ、キャンプまだ全然あるので、そこを、まあ、みんなで合わせていければいいかなと思います。改めて、まあ、今回のこのキャンプ、今ご自身のテーマ目標を教えてください。そうです、まあ、まずはこのチームに、まあ、溶け込むことと、まあ、自分の特徴を知ってもらって、まあ、いろんな人の特徴を知って、なんていうんですかね、まあ、チームとして、まあ、Jリーグ開幕に向けていいチームが作れるように、僕自身も、まあ、みんなでしっかりやっていきたいなと思います。まあ、メッセージなんかいただいてもいいですか？はい、まあ、キャンプでしっかり、まあ、チームとしてもいい準備をして、まあ、個人としてもいい準備をして、まあ、僕の得点でチームを勝たせられるようにいい準備をしていきたいと思います。ズバリ数字的な目標は？数字的な目標、チーム内得点王っていうのを目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
言うとりあえず開きます。